説明をするね。霊夢たちはマドラッソの農場の裏にある小屋の中にビルボックスキル装甲車を用意したわ。装甲車を使ってテイラー発電所を襲撃し、ゲインの部隊を全滅させる。じゃ、俺たちは発電所を襲撃してこれを撃退、占拠するんだな。ところで、旦那様はどこへ行った？旦那様ですか？さっきニトリとヒナ二人で寝とってましたよ、わら。そう？後で無双封印でも制裁しようか。ふん、ああ、俺も同感だ。まあ、それはいいとして明日の任務よろしくお願いしますね。ご運を。聞こえる？ボックスキル装甲車はマーテン農場裏に止めてあるわ。あれ？旦那はどうした？旦那様なら、横になって倒れてますよ。わら。あ、刺したから大体いいわ。わら、わら。まあいい、さっさと乗り込もうぜ。ターゲットはテイラー火力発電所を奪取、敵を殲滅するだけね。あ、あとそれからケインの計画データまで盗みに来てくれる？確か、事務所前に置いてあるはずよ。計画データ？本当の目的というのがあるのかしら？それから応援部隊は昨夜、メイリン、パチェ、小悪魔が応戦してくれるそうよ。コウマ缶組か、このくらいの戦力があればすぐ陥落できそうだな。こちら昨夜、敵の数が多いわ。私たちの力じゃ持たない。とにかく現場を急行して向かってください。さあ、急ぐわよ。あれだわ、助けに行くよ。暗いな。待たせたな、パチェ。無理さ、全部隊、皆に続くのよ。よし、パチェ発隊、続いて。撃ち続けろ、相手に撃たせるな。前線に敵。そこをどけー。早くしてくれ、有機部隊が持たない。霊夢、横の敵をお願い。気をつけろ、そこにロケランを持っている敵がいるぞ。私が引きつけておくから、霊夢たちは計画書を奪いに来てちょうだい。任せたわ。よし、降りていいぞ。これだね。気をつけろ霊夢、ロケランを持つ敵が攻撃しているぞ。よし、出すんだ。あとのことは私たちがやるわ。霊夢たちは現地にて落ち合いましょう。合流地点に正体をバラしたらまずいわ。なんとか巻いてちょうだい。じゃあ、合流先でまた会いましょ。邪魔すんな。
増援が続々来る。なんとか耐えて、なら強行突破で逃げながら戦うぜ。よく聞いて、全の部隊が撤収を始めたそうよ。ここを撤退して次の備えでどこかに攻略する気よ。連絡が分かり次第、旦那様に伝えとくわ。とりあえず逃げ切ってね。こいつ、あ、まずい。うお、おいてめえ、どこ見て走ってんだ。しょうがないじゃない、目の前に衝突したんだから。ふふふふ、ダサいわね二人とも。わら、アリス、そこは黙ってくれないか。わら、逃げ切れたわね。とりあえずなんとか戦い抜いたな。早く休みたいわ。せっかくの休息を台無しになるまでは。まあとにかく家に帰ってお茶でもしようじゃないか。状況はどうかしら。はい、テイラー発電所は陥落した模様です。このままだと勢いが止まらず我が部隊は。愚か者が。は、話して。このくらいの負けに弱気をするなど許さぬ。あんなくらい弱音を吐くのが10年早い。う、ゲホ。は、は、すいません。とりあえず今の作戦は決行する。木村氏作戦をね。ターゲットは霊夢。マリサ。痛いほど知らしめてやる。